積み立てNISA制度が引き起こしたインデックス投資ブームから3年、我が国は全世界株価、先進国株派、米国株派の3つに分かれ混沌を極めていた。こんにちは、ふうこです。今回のテーマは私が S&P500 の積み立てをやめた理由という動画についての謝罪です。まず経緯を説明します。2022年7月頃に私はこんな動画を出したんですね。動画のタイトルは全世界株 vs 米国株、私が S&P500 積み立てをやめた理由ということなんですけども、動画の内容は S&P500 の積み立てをやめましたっていうのと、私が S&P500 をやめた理由と、全世界株か米国株かっていう選び方とか下落への向き合い方っていう内容で、単に私が積み立てやめましたっていう話だけじゃなくて、全世界株か米国株かって悩む方多いと思うんですけど、そういう方に向けてどっちを選べばいいのかっていう、人によるけどそういう考え方どうすればいいのっていう有益な内容になるようにしたんですね。今回の動画、この動画についての謝罪なんですけども、謝罪だけではなくて最後まで見ることで、こちらですね、 S&P500 を売却しない方がいい理由、ファンド選びで初心者が失敗しがちなこと3選、全世界株を2年半積み立てた私が思うやっぱり全世界世界株がいいなって思う理由4つっていうことですね。今回こちらが分かるような内容にしました。全世界株、先進国株、米国株で悩みますという方に向けた動画になってます。で、別に今悩んでないんだよなっていう方、すでに投資を始めてますっていう方にとっても、自分の立ち位置を確認できて、今後の暴落っていうのが起きても失敗しない、うろたえずどっしり構えてられるっていう、堅実に資産を増やしていけるっていう、まあ、そういう内容にしました。で、まず最初に何が謝罪なのかってことなんですけど、私この動画で S&P500 をやめましたと言ってるんですけれども、新しく S&P500 を積み立てるのをやめたんですよ。積み立て設定を S&P500 から全世界株に切り替えただけで、すでに保有していた S&P500 は売却はしてません。ここをですね、前回のこの動画でははっきり言ってなかったので説明不足だったと思います。これが今回謝罪したいことですね。申し訳ありません。初心者さんが勘違いしてうろたえてしまう可能性があると思います。私は一度積み立てた有料なインデックスファンドを売却するっていうことは全くおすすめしません。なぜ S&P500 を売却しないかっていうと、これ理由が2つあるんですけれども、1つ目の理由は、長期投資がインデックス投資の強みだからですね。全世界株や米国株などの有料なインデックスファンドっていうのは15年以上保有すればリターンがプラスになるっていう期待値が非常に高いわけですよね。過去50年のデータでは15年保有すれば資産は 1.5 倍から12倍なんですよね。でも 1.5 倍なんですよ。これすごい大事です。だから保有し続けた方が資産が増える可能性っていうのは高いわけですよ。 S&P500 を売却しない2つ目の理由っていうのが、米国株自体が基本的にいい投資先だからですね。米国株がこういう風に言われてて、2010年代のリターンが他の国より高いんですよ。トップの成績なんです。あとは国としても経済成長が一番してるし最強ですよと。人口も増加してるから日本とかと違って今後も成長する見込みがかなりあります。で、その経済成長がすごいしてるんだよっていうことが、ちゃんと株価に反映されるのかどうかっていうのは、ちゃんと株式市場が法整備されてるかとか、まあそういう企業の株主還元意識っていうのがちゃんとあるかどうかっていうのがすごい大事なんですけど、アメリカはその辺も全然大丈夫と、株式投資の法整備も充実してますってことですね。逆になんですけど、新興国は法整備が充実してなかったりするので、まあ投資にはどうかなっていうところがあったりするってことですね。で、アメリカ企業は全世界にあるんだよっていうこと、これ何かっていうと、全世界株との対比として、 S&P500 を買うとアメリカっていう国の一つの国に集中投資することになるんですよね。国際分散投資はできないので、その分リスクが高いわけです。なんですけど、アメリカの企業って全世界に事業所とか工場を持ってるので、結局アメリカ以外の国の経済成長もそこで拾えるから、アメリカに投資しとけば結構全世界株みたいな感じになるんじゃないのみたいな感じで、全世界株のいいとこ取りもできるんじゃないのみたいな、そういう利点もあります。こういう理由で S&P500 に投資してる人は多いと思いますし、私も米国株のこういうところがすごいいいと思ってるんですよね。なので私はすでに保有している S&P500 を売却するっていうことはしません。で、もっと言うと、全世界株の中身って約6割が米国株なんですよね。こちらは私が保有している eMaxis Slim 全世界株式オールカントリーというファンド、これすごいおすすめのファンドなんですけど、それの中身ですね。その全世界株っていうのはどれだけの比率で国とか地域に投資してるのっていうのを表しています。で、アメリカが 61% で、日本が 5%、 日本以外の先進国が 24%、 新興国が 10% っていう比率なんですよね。こういう感じで半分以上アメリカなわけですよ。ということで、私は全世界株派なんですけれども、米国株はバリバリ肯定派です。米国株は素晴らしいと思ってます。
次にインデックス投資で失敗しないためにってことなんですけど、インデックス投資で大事なのがこちらですね。信託報酬が低い優良なファンドを選ぶ、下落しても売らない、余裕資金で投資するっていうことです。これをちゃんと押さえておけば、正直米国株か全世界株か、あるいは先進国株かみたいな、どれにすればいいのっていうのはですね、個人の好みのレベルだと思うんですよね。もうこの3つの派閥みたいなのがね、結構論争というか、もう好みが結構分かれてて、いやこっちの方が強いですよとかね、 SNS では言われてるんですよ。積立 NISA 制度が引き起こしたインデックス投資ブームから3年、我が国は全世界株派、米国株派、先進国株派の3つに分かれ、混沌を極めていた。寒いろんな意味で。ってくらい意見が分かれてるこの3派ですけど、全世界株、先進国株、米国株、どれもそれぞれメリット、デメリットあるわけですよ。その上でどれを選んでも大きな失敗にはならないんですよね。全世界株、先進国株、米国株のどれも信託報酬が安い優良ファンドを選べばよく分散されていますし、成績もいいですし、今後にも期待できます。なのでインデックス投資としてはすごくいい投資先っていうわけなんですよね。どれを選んでも80点以上の投資にはなるんですよ。でそれが85点なのか86点なのかみたいな、その1点差がどうなるかみたいなのって、それこそ20年後30年後になってからじゃないと全然わかんないわけです。だからそこの1点差を気にするよりは、別にそこはまあ好みの問題かなっていう感じなので、どこを選んでもそこそこ高得点だから、細かいところわかんないから、そんなに気にしなくてもいいかなとは思います。それよりもやっぱり根本的に信託報酬が安い優良ファンドを選ぶとか、下落してもうろたえずに売らないとか、余裕資金でちゃんと投資しましょうね。初心者の方がなんか投資ってやんなきゃいけないんだと思って無理してお金を出すもんじゃないですよとか、そういう基本を備えて大きな失敗をしないようにしましょう。で、次が全世界株をやっぱり選んでよかったなって思った、まあ4つの瞬間というか、まあ実感した4つのことがあったんですね。私は全世界株に切り替えてから2年半経ちましたけど、本当に今まで積み立て設定ずっと放置してますし、下落しても気になんないし、投資ニュースを見て、いや、やっぱ米国株にしようかなとか思ったこと一回もないんですよ。だからすごい私は全世界株向いてるってことなんですよね。インデックス投資っていい意味で放置するのが一番大事なので、そのいい意味で放置っていうのができている状態なのかなと思います。で、そんな中で、やっぱり全世界株に変えてよかったと思った理由はこの4つですね。まず1つ目が、米国株の方がリターンが高くてもそういうものと思える。2つ目が、国が分散している方が国際情勢に気を取られないってことですね。3つ目が、専門家の予想に気を取られない。4つ目、まあ一番根底のところなんですけど、世界全体が経済成長していくっていう大きな流れは揺らいでいないからだっていうことですね。まあ、まず最初に米国株の方がリターンが高くてもそういうものと思えるっていうことなんですけど、これどういうことかっていうと、まあ、米国株ってすごい2010年代成績が良かったので、2019年2020年、私が米国株から全世界株に切り替えてから、米国株の方が成績がいいですっていう瞬間はたくさんあったんですよ。なんですけど、それを見て、いや成績いいから米国株にしようかなとか思わなかったってことです。なんでかっていうと、全世界株は全世界の平均みたいなものなわけですよ。だから一番になることはないわけです、もともと。なので米国株みたいにもう成績トップですごいぞ、うわ米国株すごいみたいな、なんかそういう興奮できるみたいなテンション上がるような感じはないんですけど、逆になんですけど、他の国のインデックス投資に比べてリターンが一番低くなる、最悪になるってこともないんですよ。平均だから、いつでも平均点は取れるよっていう安心感がすごいありますね。そういう安心感が私には向いていたんじゃないかなと思います。二つ目が、国が分散している方が国際情勢に気を取られないっていうことなんですけど、まあ今国際情勢すごい不安定じゃないですか。まあこれ毎年不安定じゃないですかって言ってる気がするけど、私は理論とかエビデンスすごい大好きなんですよ。データとか根拠大好きです。なんですけど、普通に感情もあるんですよね。人間なので当たり前ですけど。だからどれだけ論理ぶっても理論武装しても感情が乗ってしまうのが人間っていうことで、なんかネガティブなニュースに踊らされちゃうんじゃないかなっていう懸念があるわけですよね。だから例えばアメリカって一つの国だけに投資をしていたら、アメリカのネガティブなニュースばっかり拾おうとしちゃうと思うんですよ。そういうニュースばっかり目について、うわ米国株やめようかなとか思っちゃうかもねっていうのが、まあ可能性として思うので、やっぱりそういう過剰に不安になるっていうことが全世界株を持ってるとないので、やっぱり全世界株いいなっていうのが私の実感としてあります。3番が、専門家の予想に気を取られないっていうことなんですけど、これもどういうことかっていうと、経済活動が最も活発なのは現状アメリカなわけですよね。株式
式市場が今一番活発なのもアメリカです。なんですけど、これから先どうなるかっていう予想は専門家の方がたくさんしてて、それはもうアメリカはトップじゃなくなっていったりとか、ちょっと勢いが衰えていくっていう予想が結構主流なんですよね。逆になんですけど、他のアジアとかアフリカといった新興国の経済活動がどんどん活発になって伸びていくんじゃないかっていう予想がすごい今有力なわけです。で、そうすると、もし私が米国株だけ投資していたら、新興国も買った方がいいのかなとか迷ったりするわけですよね。でも、こういう専門家の話って、外れることもあるわけですよ。当たることもあるんですよ。結局わかんないじゃんみたいになって、いや、新興国買った方がいいのかな？いや、でもわかんないし、どうしようみたいになると思うんですね。私はそういうタイプなので、全世界株をもういっそ全部買っとけば、新興国も中に入ってるので、専門家がどの国がいいと言おうと、全世界株なら入ってますっていうことで、無駄にうろたえずに済みますってことですね。で、4番目、だって世界全体が経済成長していく大きな流れは揺らいでいないからってことなんですけど、まあ、これが私の全世界株インデックス投資の一番の根幹にある考えですね。インデックス投資は勝ち負けのゲームではなくて、みんなで勝つゲームって言われてます。私もそう思います。まあ、この人類のすごい長い歴史の中で、旧石器時代の時から戦争とか災害とかいろんなやばいことが起こりましたけど、なんだかんだで人類は全体として豊かになり続けているわけですよね。未だに社会問題いろんなもの抱えてはいますけど、あらゆることは改善し続けているわけです。で、今の話はなんか感覚的にもそうだけど、データ的な話はこの本に書いてあります。ちゃんと数字も出てますよっていうことで、ファクトフルネスっていう本なんですけど、著者は統計学と医学を学んだ医師で研究者もやってます。この本では世界の経済発展、農業、貧困、健康について研究しています。多くの人はやっぱりイメージで世の中って悪くなりつつあるみたいな風に思ったりしてるんですよ。やっぱり今不安な世界情勢ですから、いろいろ思うことある人はいると思うんですよ。本当に経済成長していくのかなみたいな不安みたいなあると思うんですけど、実際ちゃんとそういう感覚じゃなくてデータを取ってみたら、やっぱり世界はちょっとずつ良くなってるんだなっていう本なんですよ。なのでこれからのインデックス投資、まあ一時的に世界恐慌とか起きる可能性はあります。そういう時に株価は一時的に落ちたりすると思いますけど、長期で見れば世界全体が経済発展していくっていう大きな流れは揺らぐことはまずないと思います。その経済成長のおこぼれをもらうっていう、そういう全世界株なら間違いないと思えるし、いい意味で放置ができるなって思ってます。ということで、こういう理由で私はやっぱり全世界株にしてよかったなって思います。全世界株なら安心して放置できます。誤解のないように言っておくと、これは私が全世界株の方がいいと思う理由でしかないんですよね。これを見ている方にとってしっくりくる理由というわけではなかったりすると思うんですよ。米国株の方がいいっていう方は、米国株同士をするべきです。全世界株か米国株かって悩んでる人が考えの参考にしてほしいっていう感じで私の考えを言いました。最後にまとめですね。 S&P500 を売却するのはおすすめしません。コストが安い有料ファンドを選んで、下落しても売らないで長期で持つようにしましょう。余裕資金で投資しましょうっていうことと、おすすめは eMaxis Slim シリーズとか、ちょっとここに書いてないんですけど SBIV シリーズですね。私にとっては全世界株の方が安心して放置できる投資先でした。今回の動画は以上です。参考になった方は高評価、チャンネル登録していただけると私のモチベーションになるので嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。最初に言ったけど、もう一回言うか。うん。このネタ面白いか？まあいいや、やろう。我が国は全世界株派、米国株派、先進国株派、誰だ？誰だ？